学校でも社会でも新しいことが始まる季節ですよね。はい、あの私の可愛いマナ娘はですね、はい、結婚して福岡に嫁いでいって3年ぐらい経つんですかね。そうですね、はい、この春いわきに家族が引っ越ししてくることになったんですよ。嬉しい。まあ娘にとってはね、はい、このいわきは地元ですから、はい、新しいことではないんですけども、はい、旦那さんにとってはね初めてのいわき暮らしがスタートするわけです。福岡から急にいわきみたいな ね、都会ですからね、はい、福岡ね。はい、まあ、引っ越しは人生の中でも割と大きな出来事ですよね。引っ越しは回数を重ねると上手くなるそうなんですよ。あの荷物がね、はい、まとめ方がね、そうなんです、はい、そうですね、整理とか収納とか、まあ、いろんなことを気づいて、はい、で次に生かされていくので余計な買い物もしなくなるっていう風に聞いたことがあります。うん、そうですね、はいはい、まあ、もしかしたらこの時期にいわき市に引っ越しをしてこられる方が他にもおられるかもしれません。多いかもしれないです ね、この季節ね、はい、新しいことが始まりますよね。はい、私も最近新しいことが始まったんです。はい、それは人工透析なんですよ。そうですね、はいはい、本当まだ始まったばかりのビギナーなんですけども、はい、人工透析ライフがスタートしました。はい、で透析って何と思われるかもしれませんが、はい、透析というのは腎臓の代わりにフィルターに血液を通して体の毒素を取り除く治療のことを透析と呼ぶんですね。そうですね、はい、透析になってから気づいたのは健康って素晴らしいなっていうことなんですよ。はい、まあ、透析に限らずね、新しいことが始まるといろいろな気づきがあります。はい、私はその気づきが人生の財産だと思います。はい、どれだけ気づいたか、そしてどう行動していくのか、私は自分の経験から気づいたらその気づきを自分の生き方に生かしていくことが神様から与えられた命を生きることだと思うんです。はい、気づいたのなら行動に移す、それが自分の生き方を豊かにすると思っています。はい、まあ、皆さんどうでしょうかね。どんな小さなことでも些細なことでも気づいたのならそれは素晴らしいことです。はい、私は自分の生き方にその気づきを生かしていきたいと思います。まあ、そういう意味でね、私が気づいたのは、はい、人工透析をしないと私の命が終わってしまうんだっていうことなんです。はい、まあ、そう思うとほら、普通に体の中にその毒素を取り除くフィルターを使わなくても自分の腎臓で生きてる人って素晴らしいなって思うんです。はい、なので体を大切にいたわることが健康維持にも欠かせないと気づいたわけです。はい、食べ物も気をつけたいし運動も適度に必要です。そうです ね、はい、で心にストレスをためない工夫も大切だと思うんです。はい、それからやっぱりね、睡眠です。あのよく眠る、ね、いいです ね、はい、眠れるといいですね。はい、はい、改めて神様が作られた人間の体ってすごいのだなと思うわけです。はい、まあ、せっかく与えられた体に感謝して、命に感謝して私は生きていきたいと思いました。4月はいろんな新しいことが始まるシーズンです。新しいことが始まると気づきが起こります。はい、その気づきを大切に行動していくことが豊かな生き方につながると私は思います。素敵な人生を一緒に過ごしていきましょう。